ビロビジャンアイ駅は、ロシア連邦、ユダヤ自治州の州都ビロビジャンの中心駅。シベリア鉄道本線とレーニンスク方面への支線が、接続している。単に、ビロビジャン駅といった場合、当駅を指す。ハバロフスクから170キロメートル離れている。ビロビジャンとハバロフスクを3時間で結ぶ列車として、エロフェイ・ハバロフ号がある。1912年に、 アムール鉄道の駅として建設。1928年にこの地域にユダヤ民族区が設置され、最初のユダヤ人入植者が到着した。1931年に地名と駅名がビロビジャンに改称された。かつてユダヤ人が多くいた名残として、駅舎にはロシア語とイディッシュ語が併記されている。ホーム前景島式ホーム二面三線に、単式ホーム一面一線が隣接する。 形の合計3面4線の地上駅。ホームは全て低床式。互いのホームは線路上を直接渡って行き来することができる。ホーム北側に操車場がある。駅舎は短式ホームに隣接している。駅舎を介さずとも、駅舎北側の抜け道からホームに入ることができる。税、1981地球の歩き方へ32シベリア シベリア鉄道とサハリンダイヤモンドビッグ車、ダイヤモンド車、ありがとうございます。